武田勝は愛知県名古屋市西区出身の元プロ野球選手。現役時代は NPB の北海道日本ハムファイターズに所属。2016年の現役引退後も球団職員として席を置く。2017年には同球団から石川へ派遣。2017年シーズンに総合コーチとバイスプレジデントを兼務した後、 2018年シーズンにより、派遣という身分はそのままで監督に就任し、2シーズン務めた。2020年からは、北海道日本ハムファイターズで一軍投資コーチに就任する。上名古屋小学校4年生の時から野球部に所属。名古屋市立上新中学校への進学後には、関東第一高等学校の小倉正義監督に、知られるほど軟式野球で名を馳せた。 中学3年の時には、小倉が中京大学附属中京高等学校との練習試合で名古屋に来た際に小倉の前で投球を披露。1球だけ投げたところ、小倉から関東一校への進学を進められた。関東一校への進学後は1年生の夏に控え投手として全国高等学校野球選手権大会へ出場した。しかし自身が AS になってからチームは弱体化。幼少時からプロ野球へ行く夢はあったが、これではプロ入りは無理と判断。先輩の森谷修玄の誘いで立証大学に進学する。立証大学1年生から試合で投げていたが、自身曰く同期の金剛弘樹が自分以上にいいとバリバリに速い球を投げていたことから、自分とは物が違うと思ったという。 一年生の春に公式戦にデビューするも、三年春から卒業までとうと一部に昇格することはなかった。一部リーグ通算17試合に、登板、0勝7敗、防御率2.39。四年春、二部最優秀投手。立正大学在学中、武田を応援していた、先週大学野球部 GM、江崎久志が、当時可愛がっていたマネージャーは後に妻になる女性。 卒業後はシダックスに入社した。シダックス入社1年目に臨時コーチに来た高橋十三からフォームの指導を受けた。入社1年後に野間口孝彦が入ってくるが、ブルペンで時速 150km を超える球をどんどん投げている姿を見て、本当に高校から来たばかりなのかと驚いたが、その野間口と共にエースとして活躍。2002年秋、 野村克也が監督兼 GM に就任。あうなり、シュートを覚えろ。それから、チェンジアップも覚えろと言われる。実はすでに、チェンジアップは投げていたが、自分のような球威ならもっと投球の幅を広げろということを指摘され、武田自身も同じことを考えていたから、自分の考えを裏付けてくれた気がして嬉しかったと、振り返る。2003年の都市対抗野球ではシダックスを、 準優勝に導いたドラフト会議では、読売ジャイアンツが野間口と共に獲得を目指していたが、野村から野間口と武田が同時に抜けるのは困ると発言して拒否した。野村は武田に対して退部してドラフトを受ける手もあると裏技を教えたが、武田は逆に野村の気遣いを一気に感じて、シダックス残留を決めた。先輩投手二人がプロに行く武田のお礼方向の姿を、 山田正夫が見つけて、人間性を見出し、後のドラフト指名につながる。2005年に左肘を故障して、夏場まで復帰できなかったが、懸命なリハビリが功を奏し、第36回アイブフワールドカップ、日本代表にも選出された。2005年のプロ野球ドラフト会議で、北海道日本ハムファイターズから4巡目で指名。契約金3500万円。 年俸1000万円という条件で入団した。背番号は38で仮契約をカラオケボックス渋谷シダックスビレッジクラブで締結。この会議ではシダックス時代にバッテリーを組んだ小山勝良志保氏も日本ハムから5巡目で指名されたため小山とも引き続きチームメイトになった。2006年3月26日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦で先発した。 江尻慎太郎が、不祥降板したことを受けて、プロ初登板を果たす。同年より、楽天の監督に就任した、シダックス時代の監督だった、野村克也の目の前でプロ初勝利を挙げた。7月1日の楽天戦では、高須洋介の打球を左手に受け、6回に3王無安打に抑えたまま不祥降板となった。日本シリーズでは、第3戦の先発を任され、5回0。 3を1失点の投球で勝ち星を挙げ、日本一に貢献した。アジアシリーズでは台湾代表のラニューベアーズ戦での先発を任され、7回1失点の投球で日本シリーズに続いてアジアシリーズでも勝ち星を挙げ、アジアシリーズ制覇にも貢献した。2007年、救援要因として開幕を迎えた後に5月27日の中日ドラゴンズ戦から先発に転向した。 一軍公式戦全体では、シーズンの最終規定投球回に、初めて到達すると、9勝4敗、防御率2.54を記録。チームのパシフィックリーグ優勝に貢献した。しかし、その後のクライマックスシリーズや、中日ドラゴンズとの日本シリーズでは制裁を欠いた。2008年、先発予定だった4月29日の、シバロッテマリーンズ戦試合前練習中に、 相手チームのフリー打撃の打球を左手親指に受けて登板を回避。診断結果は左親指抹節骨骨折と診断され登録抹消された。復帰戦となった6月29日のオリックスバファローズ戦で6回1失点の投球で4勝目を挙げる。7月13日の福岡ソフトバンクホークス戦では8回2失点の投球も敗戦投手となり、 プロ入り以来続いていたソフトバンク戦での無敗記録が11試合で連勝が6で途切れた。クライマックスシリーズでは第3戦の先発を任され5回2失点の投球で勝ち星を挙げた。オフには第2回 WBC の日本代表候補メンバーに選出されるも日本代表入りは果たせなかった。2009年オープン戦から体調を崩した影響で調整が 遅れたため、シーズンを2軍でスタート。4月16日のオリックス戦に、先発投手として、シーズン初の1軍マウンドに臨むと、9回1、失点という内容で1軍初の関東勝利を挙げた。10月10日の楽天戦では7回に、3を1失点の投球で2年ぶりとなる、規定投球回到達と、自身初の2桁勝利となる10勝目を挙げた。クライマックスシリーズでは、 1> 第1戦の先発を任されるも、制裁を各く投球で6回1、3を5失点で降板となった。日本シリーズでは、第1戦と第6戦の先発を任されたが、いずれも敗戦投手となり、日本一を逃した。2010年、6月22日のソフトバンク戦で、プロ初完封勝利を記録。8月22日の西武戦ではわずか89級の、 球数で9回1失点の投球で、関東勝利を挙げた。この試合で、今季3度目の無視支給での関東勝利となり、球団としては1992年の金石明人、以来となる18年ぶりの記録となった。また、7月8日から9月16日にかけて、先発登板した試合では8連勝を記録。この年は、防御率、勝利数、脱三振、投球回、 先発投板はいずれもキャリアハイ。防御率2.41はリーグ2位であり、14勝はチームトップの勝利数となった。2011年4月27日から5月23日にかけて先発投板した5試合すべてにおいて、味方打線が0点に抑えられ、5試合連続で完封負けでの敗戦投手となった。これは68年ぶりプロ野球史上2人目の 記録であり、2リーグ制以降では、史上初の記録となった。5月29日の広島東洋カープ戦では、前田健太との1から0の投手戦を制し、7回無失点の投球で4月21日以来となる、勝ち星を挙げた。その後も勝ち星を積み重ねて6連勝を記録。自身初のオールスターゲームにも選出され、7月22日の、 1> 第1戦で4回裏に登板するも1失点を、必死、5回裏には1イニング1試合4非本塁が、1イニング8者、連続非安打、1イニング8失点、1試合9失点など、オールスター記録を更新してしまった。8月7日の楽天戦では、防御率リーグ1位の田中正宏に投げ勝ち6回1、失点の投球で9勝目を挙げ、この時点で、 防御率が1.30となり、田中を抜いてリーグ1位となるが、その後は制裁を欠く投球が続いたため、最終的には防御率が2.46まで悪化した。2012年4月だけで2度の完封勝利を含む4勝を挙げるなど、自身初の月間 MVP を受賞するが、その後は先発登板した9試合連続で勝ち星がつかず、 自身の誕生日である7月10日のロッテ戦で7回、1、3を1失点の投球で10試合ぶりの勝ち星を挙げた。この年も前年と同じく11勝を挙げ左投手としては、球団史上初の4年連続2桁勝利を達成した。また、先発登板数28試合はリーグ最多タイであり、防御率、寒風数、完投数、 投球界もキャリアハイだった2010年を上回る成績を残すなどチームを3年ぶりのリーグ優勝に貢献した。クライマックスシリーズでは第2戦の先発を任され、6回無失点の投球で4年ぶりとなるクライマックスシリーズでの勝ち星を挙げた。日本シリーズでは第2戦と第6戦の先発を任され、第2戦では6回1失点の投球も味方だせんが、 零点に抑えられて敗戦投手となった。この試合では10奪三振を記録し、日本シリーズ史上16人目となる2桁奪三振を記録した。第6戦では制裁を書く投球で2回3失点で降板するも敗戦投手にはならなかったがチームは敗れて日本一を逃した。2013年開幕戦である3月29日の西武戦で、 自身初の開幕投手を務めたが、4回裏に、先頭打者の住谷民人道を一頃に打ち取った際、左ふくらはぎの張りを訴えて、降板となった。診断結果は、左ふくらはぎの筋座傷と診断され、登録抹消された。復帰戦となった4月28日のオリックス戦では6回、無失点の投球で今季初の勝ち星を復帰戦で、上げるが、その後は、 勝利投手の権利である誤解を持たずに大量失点を、必死で抗板する試合が目立つなど制裁を欠く、投球が続いた。そのため2009年から続いていた、規定投球回到達と2桁勝利は4年で途切れた。2014年、先発陣の一角で一軍公式戦の開幕を迎えたが、シーズン初登板から制裁を欠く投球が続いた。7月8日の大楽天戦では、 一回だけで6点を失うと1回1、一回一、三五七失点という内容で降板。この時点で、防御率が7.30にまで達したため、翌9日に出場選手登録を抹消された。後に一軍へ復帰したが、左投手の救援要員が不足していた、チーム事情などから中継ぎ要員に転向した。2015年4月5日のオリックス戦に、 先発投手として登板すると5回2失点という内容で先発では一軍公式戦で278日振りの勝利を挙げたその後も先発陣の一角を担っていたが6月20日のソフトバンク戦で3回を投げて7点を失うと翌21日に出場選手登録を抹消9月下旬に一軍へ復帰したが一軍公式戦全体では 9試合の登板で3勝2敗、防御率5.84という成績に終わった。2016年、レギュラーシーズン終盤まで1軍公式戦上の登板機会がないまま、9月23日に現役引退を発表した。チームが当時リーグ優勝を射程圏内に収めていたことから、引退記者会見の後には、1軍の試合前のナインのエンジンに参加。 俺のために優勝しろと書いた紙を見せることでチームを舞した。チームが優勝した後の9月30日には引退試合として札幌ドームのロッテ戦で先発。打者一人のみの対戦という条件でマウンドに立つと先頭打者の清田育博を空振り三振に抑えたことで現役生活を締めくくった。なお、試合後に開かれた引退セレモニーでは俺のために 日本一になれと絶叫。その後のクライマックスシリーズ及び、広島との日本シリーズでは打撃投手としてチームに同行した。さらに、チームが10月29日に日本シリーズを制すると、栗山監督に続いて3回にわたって胴上げされた。2017年、指導者への転身を希望していたことから日本ハムに、球団職員として引き続き在籍するとともに、 2017年1月1日付で、ベースボールチャレンジリーグの石川ミリオンスターズへ派遣。派遣期間は1年間で、総合コーチとバイスプレジデントという肩書きで経営、編成、営業などのフロント業務にも携わる。その傍ら札幌テレビのゲスト解説者として随時出演。8月24日には U-15、日本代表のコーチに就任することが発表された。 2018年、人気満了に伴って退任した渡辺正人の後任として、日本ハムに席を置いたまま石川ミリオンスターズの監督に就任することが1月9日に発表された。初年度の成績は、前期3位、後期4位で、地区チャンピオンシップには進めなかった。10月23日、来シーズンも石川と監督契約を結んだことが、 派遣元の日本ハム球団から発表された。2019年、監督に就任して2年目は、前期3位、後期2位の成績で、築年間勝率2位となったことから、前後期を連覇したシナのグランセローズとの、築チャンピオンシップに進出。築チャンピオンシップには、初戦で敗退して、リーグチャンピオンシップには進めなかった。10月21日に2020年シーズンより、 北海道日本ハムファイターズ一軍投資コーチへの就任及びそれに伴う石川ミリオンスターズの監督辞任が発表された。ありがとうございます。